後方をされました。第3レースのスタートです。さあ、インコースからゆっくり1番の内田か3番の松坂も自ら出て行きはしましたが、1番の内田英介がスタートを取ります。え、2番の竹内優作が3番手、そして4番の勝瀬拓也8番の成木隆貴之後方からは6番の立花成康がスうっと位置を前へと上げていきます。 五番の武田良、七番の桑名良や、二人が上がっていきまして、スタートを取った。一番の内田と前段で合流します。六番の立花の初手のポジションは、四番手。まずは、ここで様子を見るようです。二番の竹内優作のもには、同県九番の山田雄也が位置を上げ、岐阜コンビ二者の並びを中段に作ります。二周回へ一コーナーあります。 後方の三者が南関東ラインです。三番の松坂祐介に。四番の勝瀬拓也、そして八番の成清で固めます。三対一対二対三の一本棒で、二周回目にコーナーを回り切りました。成功法は五番手の武田です。連日動いて見せ場を作っています。まあ、逃げてもまくってものバランスファイッターです。そこに同じく東京、内田が続いて。ラインの埼玉七番桑名で固めています。六番の立花、さあ、五番の武田がこのまま先手を打てば。 もちろん追っていきそうなんですがそこは流れ次第か2番の竹内が中段の初手は5番手ですまあ、昨日3日目は打賞から1周半を逃げ切りましたそして後方展開の3番の松坂ラインの援護を頼みに2日目の再建を狙うんでしょうか競争は3週間目に入って2コーナーをただいま回ります前で受けたのは5番の竹田 6番の立花は一車の競争で今は4番で切れ目にいます。そしてバッ線から3コーナーかけて南関東ラインが気持ち早めにレースを動かしました。一旦2番の竹内の外で車をとどめます。2番竹内に3番の松坂がプレッシャーを与えて、さあどこからさらに上がるのか。4周回目に入ったところで難関勢さらに上昇です。5番の武田は無理せずここは南関東ラインを送り出します。 岐阜コンビは現在中段からさらに外を仕掛けていく竹内に9番の山田が口が開いています6番の橘はこれで最後にさあ金が入りました3番松坂が2番竹内を突っ張って5番の竹田は4番手をキープして 6番の立村が関東勢の後ろ仕掛ける5番の武田を岐阜勢後方です最終周回1コーナー3番松坂と5番の武田ここは武田に軍配上がって主導権を奪います1番の内田7番の桑名までできりまして4番の加瀬は4番手に切り替えたバック戦です3コーナーから2センターへと向かっていく5番の武田1番の内田そして7番の桑までできっています埼玉東京関東ライン4コーナーから直線ですさあゴール勝負だ1番の内田あるいは7番の桑名か 7番1番5番かそして3着争いには4番の勝手も名乗りを上げておりました2センターで後ろを見る余裕を見せたのは3番手回り7番の桑名陵也でした5番の武田に続いて1番の内田そしてかわしのかわし7番の桑名陵也です7番1番5番での関東ライン上位独占の模様です正式な着順は審判からの決定